ヴィレッジピープルはアメリカ合衆国の男性6人組のグループ。1977年にビクター・ウィリスによって結成され、YMCA などの大ヒット作を数々と生み出した。またペットショップボーイズがカバーしたゴー・ウエスト、ピンク・レディーや渋谷・や鉄平、キャプテン・ジャックがカバーしたイン・ザ・ネイビー、筋肉隆々な男性のシーンの BGM などでは定番となっている。 マッチョマンなども有名。これらの世界的ヒット曲は、現在においても様々な場所で流されている。1985年に一旦解散するも1987年に再結成され、幾度かのメンバーチェンジを行いながらも、現在に至るまで、アメリカ国内のみならず、世界各国でライブ活動を続けており、現在も高い人気を誇っていて、 世界での売り上げは1億枚を超えたとも言われている。1977年にニューヨークで結成。フランス人を音楽プロデューサーのジャック・モラリが仕掛け人。モラリがニューヨークのグリニッチ・ビレッジにあるゲイディスコを訪れた際にインディアンの衣装を身につけたダンサー、フェリペローズを発見。また、その周辺ではカウボーイや道路工事人のコスプレをした男たちが踊っており、 これを見た、モラリが芸の象徴的グループを作ろうと思いついたのが始まりである。グループ名は前日のグリニッチ・ビレッジに由来する。グループ結成にあたり、モラリはまずフェリペローズをスカウト。そして、ミュージカル俳優やシンガーとして、すでに活躍していたビクター・ウィリスをリードボーカルに抜擢し、その友人でシンガーのアレックス・ブレーリーもバックボーカルとして加入させた。 その後、新聞に、ゲイのシンガーで、マッチョルックの人もとむという広告を打ち出して、オーディションを行い、その結果、デイビッド・ホード、ランディ・ジョーンズ、グレン・ヒューズの3人がメンバー入りした。初期のビレッジ・ピープルは、ゲイディスコでの営業等を中心に、アンダーグラウンド的な活動を行っていたが、ゲイ受けを狙いすぎたビジュアルや、音楽性が裏目に出てしまい、ターゲットとしていた。 肝心の芸たちからは芸をパロディ化していると受け止められあまり良い反応は得られなかったという。そこで芸に限らず一般の人々にも受け入れられるようにポップ路線へと変更したところそれが功を奏して快適スターとして大成功を収める結果となった。1970年代後半から1980年代前半にかけてディスコソングを中心に 世界的ヒット曲を次々生み出す。ゲーマーケットをターゲットにして売り出され、メンバーそれぞれがゲー受けを狙ったアメリカの職業等のコスプレをしている。ポップ史上、ゲイイメージを表面に出して音楽活動を行った最初のグループと言われ、アメリカにおけるゲイの理解向上に貢献したとの評価もある。またリードボーカルのビクター・ウィリス以外は全員ゲイで、 あったと言われていたが、真偽は定かではない。実際、長年芸だと思われてきた二代目リードボーカルの、レイ・シンプソンは、一般女性と結婚し、娘も誕生している。1978年に発表された、グループ最大のヒット曲、YMCA は、西条秀樹が1979年に、青春歌謡ポップス曲、ヤングマンとしてカバーし、大ヒットしたことにより、 日本でも楽曲とともにグループ名も一躍有名になった。2006年にはレーザーラモン HG もカバーしている。2008年撮影2008年9月12日、ハリウッドウォークオブフェームの星型プレートにグループ名が刻まれた。2013年にジム・ニューマンがカウボーイ役として加入し、同年10月にビル・ホワイト・フィールドが土工役として加入。 2017年にウィリスが復帰。2018年11月に33年ぶりとなるオリジナルアルバム A Village People Christmas を発売。2019年8月3日に共同作業者であるアンリ・ベロロが死去。ありがとうございます。